します。できる限り、多くの皆さんに、多岐にわたって答えていただきたいので、お答えはできるだけ簡潔によろしくお願いいたします。さあ、そもそもですね、この皆さんに今回自民党総裁の座を争うチャンスが訪れたのは、これは政治と金の問題によって自民党がに多くの人が幻滅をしてしまった、その結果岸田総理が退陣を余儀なくされたというその結果でもあります。となるとやはり一丁目一番地は政治改革、そして自民党の改革ということになると思いますので、そこをまずテーマにお話を聞いていきます。まずですね、皆さんに自民党の一番反省すべき点は何かということを事前に正直に書いていただきましたので、それを見ていきたいと思います。まずですね、小林さん、ルールを守らないと書かれました。小林さん、ルールを守らなかった、国会立法府ですから、そうです、ルール作るところなのに、これ守らなかったらどうしようもないですよね。はい、おっしゃる通りです。どうしてこう書かれたんですか。いや、それは今大越さんおっしゃった通り、私たちは立法府に所属をしているんですよね。法律を作る私たち自身が自分たちで作った法律を守れなかった、非常にシンプルですけれども非常に深刻な時代だったと思います。なるほど。林さんに伺います。はい、林さんは政治と金というふうに書かれました。そのものズバリだと思いますが、具体的に言うとどういうところでしょう。具体的にはどういうことですか。そうですね、不記載の問題があったと思います。で、それが、発端になってですね、じゃあそのお金どうなったのと、普通の方はみんなきちっと帳簿つけて、税務署申告してと、それで比べてどうなのと、いろんな問題が出たところがもうここに集約されていると思います。石破さん、石破さんは謙虚さの欠如と書かれました。あり方論だと思うんですけども、これはどういう思いで書かれたんでしょうか。いろいろね、説明も一生懸命しています。ただこう、ともすればね、自分に対する反省でもあるんだけど、何が悪いんだみたいな、ごめんなさい、すいませんでしたってことあるんだが、それにちょっと謙虚さが足らないんじゃないんですかっていう、ね、それがないとやっぱり国民の心に響かないと私は思っていますのでね。その石破さんのお考えに近いのかなと思ったんですが、加藤さん慢心というふうに書かれました。そうですね、まさに、裏返してみれば謙虚さがない、あるいはやっぱりおごり高ぶりという中でですね、やっぱりこれまでのこうなんとなくこれで許してもらえるんじゃないかとかいう気持ちがどこかであった、それが結果としてこうしたルールを破ってしまった。やっぱりもう一回その原点に立ってですね、考えていかなきゃいけない、こう思って慢心という言葉を選びました。それぞれの反省の言葉があるんですが、上川さんは倫理観の欠如から来たんだというお考えですよね。この倫理観という言葉を使われたのはなぜでしょう。まず法令遵守、これは順法精神をしっかり生かして、これに従って行動するということは極めて重要だと思っています。さらに、やはり政治家はそれ以上の倫理観を持っているべき存在であるというふうに思っておりまして、その意味では基本的に倫理観が欠如していたのではないかと。ここが国民の皆さんの意識の内に大きなギャップを生じさせていたと、こんなふうに思っています。なるほど。ちょっとその毛色の違ったことを書かれているのが河野さんは改革のスピードが不十分だったんだということを言われます。これについてどんなことを考えておられますか。この不記載の問題が起きたときに、しかも何十人不記載になってしまった、これは何が原因だったかという原因究明をしっかりやった上で、処分をするなら処分をその時にして、デジタル化ならデジタル化をやります、非課税にしていただいているものについては領収書をつけてちゃんと公開しますという処分まで、きっちり初動ができていれば、こんな不信を招くことはなかった、それができなかったというところに尽きるんだと思います。初動の遅れという話が出ましたが、高市さん説明の遅さというふうに書かれていますが、通ずるものはあるでしょうか。どんな組織でもそうだと思うんですが、何か問題が発生した時にですね、その原因究明に時間がかかる場合もありますけれど、まず問題が発生したということを発表する、そして、それが間違ったことであれば、謝罪の、効果っていうのはやはりその地位に比例し、そして時間に反比例すると言われますから、できるだけ早く地位の高い方が出てきて、そして間違ったことであれば、しっかりと迅速に謝罪をすると
いう、まあ、このプロセス、それからまあその後原因究明がしっかりとできたその都度きちっと発表していくと、まあ、この初動は非常に遅かったと私は感じます、うん、さあその現職幹事長の茂木さん、はい、あの国民感覚地方の声とのズレというふうに書かれました。あの国民から選ばれた立法府の人間ですから、法律を守るのは当然のことなんですけれど、それができていなかった、うん、そのことは反省しなければいけないと思っております。あの法律はあるんですね。しかしそれが守られなかったんですから、より政治家自身が責任を負う、さらには透明性を高める、こういう改革を進めていかなければいけないと、こんなふうに思っています。さあそして小泉さん、小泉さんは簡潔に2文字で決着と書かれました。これはあのこの政治と金の問題とかそのことも含めての決着ということですか。そうです。これは政治と金の問題と決着の文脈でいうと高市さんの説明に私は、はい、あの似ていると思うんですけど、うん、これだけ長くいまだに政治と金の問題に決着をつけられていない、うん、これはやはり反省すべきだと思っていますし、あの政治と金に限らず例えば選択的夫婦別姓などについても30年議論を続けて答えを出せずに決着を つけていないんですよね。なので私は総じてやはり決着というのが私の中ではキーワードです、うん、まあ、先ほどの河野さんの改革のスピードが遅いんだというところにも通じるかなというふうに思います。そうですね、はい、あのですね、まあ、今短くそれぞれまとめていただきましたけれども、やっぱり具体的にここは聞いていきたいというふうに思います。あの、まあ、岸田総理が退陣をせざるを得なかった、まあ、そのことはですね、やはりそのきちんとこの政治と金の問題にけじめがついてないのではないかということを、いまだにやっぱり多くの方が抱いているということの一つの表れではないかというふうに思うんです。そこでですね、このけじめというものをつけるために、まあ、皆さんどのような対策を講じていくのか、これから聞いていきたいというふうに思うんですけども、まずけじめです、まずはですね、この自民党執行部がいわゆるこの裏金問題で行った処分の中身というものを見ていきます。はい、自民党はいわゆる裏金問題で39人に処分を下しました。こちらですね。でその中で最も重い離党勧告を下されたのが2人、こちらのお二人です。安倍派の参院トップだった世耕さん、そして安倍派の座長だった塩谷さんです。でこの塩谷さんですが、次の衆院選に出馬しないというふうに決めましたが、こんな発言をしています。私もですね、処分については非常に、悔しい、あるいは大変憤りを感じているところでございます。最初からやっぱり、この問題は努めて、党全体の問題だと、最後に自分が辞めるというのもこれは何なんだという思いがありますよね、うん、我々は犬死にしたようなそんな思いですよ、残念ながら。まあ、党全体の問題なんだけど自分が犬死にをさせられたというような言い方なんですが、処分を下した側にいらした茂木さん、今の発言どのように受け止めますか。まずですね、多くの方から見てですね、今回の処分は甘いんじゃないかと、はい、こういう声は あるんだと思います。ただ政治資金の問題について党が行った処分では、うん、今までで最もですね、うん、大きなというか、はい、重い処分になっているのは確かなんだと私は思っております、うん、なるほど。まあ、しかしですね、まあ、世論調査などを我々行いましてもですね、まあ、今処分を受けた側の、まあ、不公平な感じというものが VTR にありましたけれども、やはりその今に至るまでですね、この政治と金の問題でけじめついてないよねということを感じている方はいらっしゃるんです。高市さん、はい、まあ、けじめ、今茂木さんからの話もありましたけれども、この処分については考え直すということは必要でしょうか。いえ、この処分についてはもう私は内閣にいますのでどういう基準で、まあ、どのような調査をしてっていうのを詳細に知っているわけではございませんけれども、まあ、それでも弁護士も入れて、しっかり聞き取り調査もしてですね、十分に、議論をして、まあ、党の方で処分を決めた、うん、でまあ、それは党紀委員会にもかかり、また最高意思決定機関である総務会にもかかった、うん、で公認しないよりも厳しい処分も2つ、はい、出ておりますよね、うん、だからまあそうやって党の方で手続きを踏んで決めたことについて、まあ、私がそれを仮に総裁になったとしてひっくり返すつもりはございません。ただし、
ただしお一人お一人の状況相当違います、はい、この間から聞いてますとね本当にこのもう選挙区歩いて歩いて説明会何度もやって、うん、で、まあ、自分の、収支も全て公開してですね、うん、でもうこの話はいいから次の国政の話をしてくれって言われている方もいる。それからまた不記載だった分を派閥の方にもすでに返したと。だからまあ派閥が清算をする前にですね返したという方もいて、うん、人によって随分事情が違います、うん、ただ自民党は選挙に勝たなきゃいけません、はい、今度絶対勝たなきゃいけないと。だから私は自民党を強くしたいと思ってますので公認に関しましてはこの事案が起きた後それぞれがどのような、うん、活動をして、まあ、どのように有権者の皆様に納得していただいたか、うん、まあ、そこのところをしっかりと判断させていただきます。今の高市さんの発言について、まあ、自分はここに異論があるとかあるいはここを付け加えたいという方いらっしゃいますか。基本的には処分は処分として、まあ、一言だけ、はい、どうぞ林さん。もう高市候補おっしゃった通りだと思ってるんですが、私もただ今裁判が進行中ですね。そうですね、したがってまあ裁判等で、時に知らなかった分からなかった事実がもし出てくればですね、これは状況変わるわけですから、調査なり、まあ、党紀委員会の審査なりはですね、まあ、これは当然のことですよね。やり直さなきゃいけないと思います、はい、先に小林さん手を挙げられました。はい、私も一度も党のルールにのっとって決めたことですから、うん、これは安易に覆すということではないと思ってます。ただもっと重要なことは、先ほどルールを守らなかったということが私は本質だと思ってるんですけども、はい、今回政治資金規正法を改正しましたし、また党としてですね、党則ガバナンスコードも変えたわけですから、うん、自分たちで変えたルールを今度はしっかりと守ると、守れなかったら厳正に処するということだと思います。河野さん手が挙がりましたけど、目に見える形で何かできないんですかね、けじめ。法律的に捜査当局的には書類の訂正で終わったのかもしれませんけども、うん、やはりこの不記載をしたという事実は厳然として残ります。で、中にはもうこの不記載と同等の金額を自分のところから手放して返している議員もいますから、はい、私はもう不記載になった金額は手元から返してくださいと、国に納めるなら国に納める、うん、そういうことでしっかりけじめをつけて前へ進む、うん、そういうことが法律的には処理が終わってたとしても、うん、私はやるべきだと思います。加藤さん、この国庫に返納するっていうやり方はできるんですか。はい、これはできます。できる。自民党は政党、交付金をもらってるわけですけれども、これ残った分は返すということになってますから、うんうんうん、うん、そういう形での処理ということができるというふうに思います。記載相当分をその党として国庫に返納するということ。そうですね、まずはやっぱり自民党自体が基本的な違反行為はもちろん派閥であり、各個々の個人、はい、議員でありますけれども、やっぱりそうしたものがこれだけの人数、これだけの期間行われていてチェックでできなかった、やっぱりそういったことも含めて党の責任、そして政党交付金ももらっているということを考えるとですね、この不記載相当分について国庫に返納する、こういう形で自民党としてまず責任を取る、そして個々の分については今いろんな動きがありますから、うん、はい、まあ、それを見て対応するというのがあるべき姿です。石破さん、どうですか。これを国庫からもらった金なら国庫に返納するって話なんでしょうけどね、うん、別に国からもらった金ではない、うん、つまり不記載のパーティー券分は、うん、いろんな企業が買ったわけですよね、うんうんうん、でそうすると企業にしてみても、じゃあどこに返すんだって話になっちゃってね、お金色ついてないんで、うん、じゃあどこに返すのっていう話になると、かなり技術的に難しいような気がする。私はね、さっき塩谷さんが言ってたことはね、うん、それは何だろうな、犠牲者みたいな言い方をしておられた、それはそういう意識だと思います、塩谷さんはね。でね、その彼が言ってた中に自民党の責任なんだっていうことを言ってましたよ ね、はいはい、よね。それはそうだと私は思うんですよ。それぞれの人が一人一人説明すりゃいいっていう話じゃなくてね、党としてきちんと説明をするっていうことは大事なんじゃないかと私は思ってるんですね、うんうん、そういう方々がもう収支報告書も訂正をしましたと、はい、そしてきちんと政治活動に使ったんですと、まあ、そうじゃない方は納税していただかなきゃいかんのだけども、じゃあそれでもういいのかって国民全然納得してないわけです、うんうん、だとしたらば納得してもらう責任って党も負わなきゃいかん、うん、私はそう思いますよね。しかしそれにしてもですね、これやっぱり政治と金の問題の温床になったら派閥
というふうに言われています。この派閥のあり方もちょっと聞きたいんですけれども、この派閥の論理、上川さんご自身が立候補できたのは、まあ、自民党の形で変わったその証拠なんだというふうにおっしゃってましたよね。派閥の力学っても働いてないですか？私の今回の立候補に関しまして申し上げると、うん、私は派閥というその、まあ、ある一つのご縁というか、はい、まあ、私の派閥だった旧派閥宏池会は解散をしております、はい、そしてその、解散をするという一番初めに手を挙げたのは岸田総理です。 そうですね、その派閥に所属した私は、宏池会ということでありますけれども、そこから、まあ、亡くなったということでありますので、今回の推薦人のお願いについてももう一人お一人、本当にお一人お一人に私の思いを伝えて、うん、その方が政治的に判断をされて、うん、そして私に対して推薦をしていただいた、うん、この20名なんです、うん、まあ、その意味では派閥という全くない状態で私自身が推薦人の方に20名お願いをしたこと自体がまさに派閥に頼らない、派閥の中で決めないと、こういうことを証明するという意味で、はい、私は重要だったという大変ありがたかったと思っております。いろいろお話を聞きたいので、もう2割引きぐらいの時間で河野さん、麻生派まだあってそこに所属されてますよね。それについてはいろいろ批判も受けることがあると思うんですが、どう考えてますか？解散してない派閥は他にもあります。解散すると言ったけども解散してないというものはいくらでもあります。派閥の問題が何が悪いかというと、今まで金と人事に介入するのがいかんと言っていて、金はもうパーティーをやりませんということで、派閥は金がない、ガバナンスコードで人事に派閥は介入させないということになってますから、大事なのは今誰が派閥に属しているか、その解散したと言われてまだ残っている派閥に残っているのか、あるいはグループにいるのかということではなくて、ここで選ばれたリーダーが本当にこの派閥や長老の介入をさせずに人事をきちんとやるかどうかというのが一番大事で、うん、なるほど、それをやっぱりみんなで見るということなんだろうと思います。金と人事への影響力はもうなくしてしまうということは多分共通認識なんだと思いますが、小泉さんずっと無派閥で来られてますよ ね。 そうですね。ただ小泉さん、菅さんという実力者が後ろで支援をしているというふうにも言われています。菅さんを慕う人たちがある意味派閥のような形になっているということはないですか？菅さんであろうと誰であろうと、選挙になったら応援してくれたら一番ありがたいですよ、うん、もう誰でも応援してほしいです。なるほど、わかりました簡潔ですね、非常に。それでですね、じゃあこの政治と金の問題で、まあ、国会のそうですね、後半中盤ぐらいからでしょうか、クローズアップされてきたのが政策活動費の問題です。議論と的となってきました。これは野党はもうこれなくしてしまおうよというふうに話をしています。これどういうものなのか、もうちょっと説明を聞いてみたいと思います。お願いします。はい。この政策活動費というのは政党が議員に支出する政治資金のことです。で、公表義務がなくて領収書がいらないお金でしたが、今年6月法律が改正されまして、で、10年後の公開というのが盛り込まれましたが、具体的な公開方法については先送りされました。で、当時岸田総理は公開について個人のプライバシーや企業秘密とかも配慮しなければならない、このように述べていました。茂木さん、はい、まあ、多分聞かれるだろうと用意していましたよね、はいはい、絶対来ると思って幹事長としてだけど生活政策活動費もなくすんだとおっしゃいました、はい。これはなぜ態度をそういうふうに変えられたんですか？今回政治資金規正法の改正でですね、まず再発防止策、議員本人に対する厳罰化であったりとか、はい、パーティー収入のですね、公開の上限をどうするか、こういったことを決めて最後の段階でですね、うん、この政策活動費等々について今後どうするかということで、その上限をいくらにするか、うん、それから、公開の仕方をどうするかという課題が残ったわけなんですね。これどうしようか自分なりに考えてですね、まあ、これは仕分けをして公開をすることができると、だから政策活動費としては廃止することができると、最初に私が申し上げて幹事長として、大半の方がですね、やはりその方向になっている、これは自民党としてできると思っています。なるほど、大半の方はなってますでしょうか。この政策活動費廃止に賛成の方、これは挙手だけでお願いします。いらっしゃいますか？おー、林さん、はい、さっき岸田さんのですね、総理大臣の説明もありましたけれども、うん、やっぱり、まあ、内閣官房長官ですから、これを決めた時の、はい、まあ、お気持ちもそうかなと思うんですけれども、
粉で廃止とはいかないんでしょうか。そうですね、現職の幹事長がおっしゃってるんで、うん、できるんならっていうふうな気もしますが、はい、こういうふうに決めたばっかしなんですよね、うん、改正前改正後と、はい、で私は10年後は少しちょっと長すぎるんじゃないかなと思っていますので、はい、総理総裁になればこれもう少し短くできないのかっていうのは考えてみたいと思いますし、うん、私ちょっと参議院が長かったので党の例えば幹事長とかそういう役職をやっていないので一体どういうふうに使われてたのかっていうのが、ほとんど分かってないんですね。で分かってないものを10年後だとか5年後だとか辞めるとかですね言うだけの材料がないということでしっかりこれは精査をしたいと思いますし、精査をした上でもし、これは他のお金としてちゃんとできるということになればですねこれは廃止ということもあり得ると思います。岸田総理の答弁の中で、ここは、仕事をしている人間だったらある程度分かるなっていうのはその個人のプライバシーとか企業の企業秘密なんかも含まれるんで、配慮しなきゃいけないと。だからすぐ公開とかですね透明化のにはすぐには馴染まないんだっていう声もあって、廃止に行くのか透明化に行くのかというところが一つあると思うんです。加藤さんどうですか。いや私は透明化だと思います。透明化、まず原則として公開すべきです。ただし多分中にはなかなかプライバシーあって公開できないものもあるんだろうと思うんです、でそういったものについては今度作る新たに国会に作る独立の第三者機関、ここでですね公開すべきかどうか判断してもらう。なるほど。そして公開となれば公開する、非公開となったら、一定の期間公開しない、こういう形で透明化をするというのが私は一番の道だと思います。なるほど。この後は今焦点となっておりますいくつかの政策について具体的にお話を伺っていきます。はい、自民党総裁選挙9人の候補者にお話を聞いています。恐れの皆さんは皆さんも自民党のもう議員としてのベテランですし、基本政策例えば安保外交あるいは経済大きなその違いはないと思うので、ここからはですね一方で私たちのこの身近な暮らしの中では非常にこう重要な問題がある、それについて皆さん意見の違いも出てきているのでそういった問題を見ていきたいと思います。その代表例として選択的夫婦別姓の問題です。はい、この選択的夫婦別姓についてですが報道ステーションの世論調査ではこのような結果となっています。賛成と答えた人が6割を超えていますね。なるほど。皆さんの手元に左手ですかね、フリップを用意してあります。なかなか難しいよというふうな問題でもありますけれども、この選択的夫婦別姓の実施について、賛成か反対かを丸か×でお示しください。脇のところに置いてあります。左脇に小林さんあります。はい、それです、それです。ではお示しください。丸か×かで、はい、出していただきます。はい、これ両方出したいんですけど、悩ましい態度である方は悩ましい態度で、はい、じゃあこうですか。そうですね、じゃあその丸×でもないということですね。どちらでもない、まあそうですね、茂木さんもそうですね。はい、林さんはちょっと下目に置いてるのは別に意味はないですね。説明させていただければ、はい、この反対と賛成で二択で聞くとこうなるんですね。はい、で政府がやった世論調査があって通商使用をもっと拡大してほしいっていう第三の選択肢でいうと、ちょうど、賛成の中のですね、40ぐらいかな、はい、がそっちになって賛成が20ぐらいになるんです。したがってもう少しその聞き方をこう詳しく聞いていただいて、はい、で皆さんがこの辺が納得できるなっていうところに少し修練させていかないと、これだけだと賛成が62だからもうやった方がいいんじゃないかっていうふうになるんですけど、実際は通商使用をずいぶん進めてきてますので、そういうところも選択肢に入れて、はい、そして意見を集約するっていう必要があるのかなと思って、だから今はちょっとペケッ。皆さん割と早く閉まれるんですね。上川さんどうぞ。画面出てますんで大丈夫です。はい、大丈夫です。上川さんはなぜそこは迷われたんですか。私はですね、当選した直後ぐらいの時期ですね、2000年のちょっと前後ですけど、2000年ちょっとですけど、党で大議論が起きました。はい、賛成と反対かということで、女性局でシンポジウムがありまして、こうやって座ったんですけれども、女性だけですよ、はい、賛成反対賛成反対賛成反対真っ二つに分かりました、は
でその後今に至るまで実はこの問題は決着がついていない、まさに決着がついていません、うんうん、まあ、これどうして決着がついていないのかということであります。でもしこれを強引に賛成か反対だ世論のこの調査のようにやれば、必ず中にこの分断が起きるということ、うん、私はそれを危惧しています。この問題はやはりもちろんあの多数決の時代でありますけれども、しっかりと議論を重ねていく必要があると、その意味で、まあ、政府の中に検討会を設けるなどして取り組んでいきたいと思っております。ただそれにしても時間がかかりすぎているのではないかというのが小泉さんですね。はい、決着もう議論を続けて30年、もう決着の時だと思いますね、うん、私は総理総裁になったら国会に法案を提出します、うん、そして国会で国民の議論も深めていただきながら、最終的には今日この候補者の中でも割れている通りですね、うん、それぞれ家族間価値観が違うわけですから、一人一人、判断をしていただく、党議拘束をかけない、こういった形で、判断をしていただいて、今、このまま同棲でいきたいという方には同棲の選択肢は残るままなわけですから、はい、別姓を選択したいという選択性、この選びたいという方に対して選ぶ選択肢を増やす社会を作る、これが私が言っている一人一人、選択肢、人生の選択肢を増やしたい、こういった思いを持ってこの総裁選を私は、議論を展開をしていきたいと思います。高市さん、はい、これ経団連も高市さんもこれ待ってましたというような表情されましたけど経団連もですね、やっぱりその、まあ、国際的に働くその特に女性ですよね、非常に不都合が多いということを挙げていたりして、はい、まあ、経団連までもこの選択的夫婦別姓というものの実施をこう推奨しているわけですよね、うん、まあ、あの多少データが古いですね。あの不動産登記は今給付使ってもできるようになってますし、はい、パスポートも、まあ、これは可能な制度として、はい、可能な制度ですね、はいはい、あの今可能な制度ですよね、はい、であの私自身はあの本当に長年にわたって、婚姻前の氏を、通称として、使える範囲を広げるための活動を続けてきました。まあ、そんな中でちゃんと法律案も書いてですね、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案も書いて、自民党政調会の法務部会に提出して、これで2回提出をしております。でまたあの総務大臣の時には総務省単独で、変えられるもの全部の制度を見直してですね、1142件すべての手続きが給付時でもできるようになりました、うん、それからまたあの住民票にちゃんと給付時も併記できるようにしたし、はい、マイナンバーカードにも併記できるようにしたと、まあ、いうことで、まあ、自分の手でやれることはやったんです。ただあの他の役所の大臣も性能でで同じことやってくれんかったらですね、なるほど、例えばあの金融庁が号令かけてくれんかったら銀行で、まあ、8割ぐらいは今のところ給付時でも OK って言うんやけれども、あと2割ぐらいがですね、あの戸籍給付時しかダメと、まあ、いうようなところは残っていると。でももう総務省は全部できましたからね。そうすると全部のやっぱり国、地方公共団体、はいはい、それから公私の機関、企業が、うん、あの通称使用届を出された方については婚姻前の氏をちゃんと使える、その環境を整える義務を課す法律案を出しております。制度的にその網をかけていくっていうことでなんとかなるものですか、加藤さん。なりますね。あ、加藤さんいかがですか。はい、あまずあの経団連の皆さんはやっぱり不都合なことを言っておられます、はい、制度をどうしろというところまで言っておられないと私は認識しています。じゃあその不都合を解消するのはやっぱり政治の役割だと思いますが、うん、ただ一方で今の家族が同じ姓を使う、これは基本に私は残す中で、旧姓というものを通称でかなりいきますか、それにとどまらず法律の中で旧姓を姓としてあるいは氏として使うということを認める、そして旧姓を使い続けられるようにする、私は旧姓俗称長く続けて言えるという旧姓俗称制度と申し上げていますが、こういったことも一つの考えであると思います、うん、あのまあ、利便性を高めていくということは当然あると思うんです、まあ、小林さん手を挙げられましたけども、ただそのやっぱりこれアイデンティティの問題でもあるのかなというふうにも思うんですよね、うん、やっぱり特に 95% がこの問題の当事者だとすると、女性が主なその当事者だとすればですね、そのやっぱり女性が国際的に働いていく中で自分のその生まれた時の名前というものがしっかりそのアイデンティティとして認められないという思いだって当然あるんだと思うんです。小林さんどうですか。はい、あの2点ありまして、
まず先ほど経団連の話が出たんですけれども、うん、その旧制で金融機関に口座が作れないと、まあ、作りにくいということがあると言われているんですけれども、まあ、例えば銀行だと7割作れるんですよね、うん、残り3割は作れない、今は作れないんですけど、だとすると制度上は作れるわけですから、うん、その経団連からの方々たちからその会員企業の皆さんに対して、そこは不便を解消するように、うん、働きかけがあってもいいんじゃないかなというふうに思うのが一つ、はい、もう一つは大人のこの選択権というのは大切なのかもしれないですけど、子どもの視点に立って物事を考えてみるということも私は必要だと思います、うんうん、その例えば兄弟姉妹がの中で、うん、性が別々になることをどう考えるのか、そうしたことも含めてですね、もう少し複眼的な視点からしっかりと考えて、これ一気に決めればいいというものではなくて、やっぱり粘り強く時間をかけてでも社会的なコンセンサスを得ていくっていうのが私は政治の本質なのではないかというふうに思います。近藤さん、改革とスピードっていうことをおそらくいろんなテーマについて冒頭挙げられたと思うんですよね。まだ社会的コンセンサスを得るまで議論をしましょうというのが今の小林さんなどの意見です。その河野さんの方針から照らして丸をかけられてますけれども、どうですか？以前臓器移植法というのがあって、ありました。脳死を人の死と考えるかどうか、はい、これもなかなか歩み流ができませんでした。これはもう最後党議拘束を外して臓器移植法改正法を通していただきました。こういうこの社会的な課題があるもので、倫理的な問題を内在しているようなものについては党議拘束を外して、しっかり一国会議論をした上で本会議で採決をするというのが私はいいと思います。国会議員というのは決めるために選ばれているわけですから、責任を持って自分で判断をして、その判断をちゃんと説明をする、それが国会議員の仕事だと思います。党議拘束を外してでもというのは小泉さんとも重なるところではありますが、茂木さんどうですか？幹事長、河野さんと全く同じことを言おうと思ったんですけれど、はい、臓器移植法の時を思い出します、確かに、思想信条に関わる問題については党議拘束を外すと一つの考え方だと私は思います、なんていうか、ずっとこのまま議論を続けるということではないと思うんですけど、今残念ながらまだ意見が集約されていない、分断されている状況をもう少し改善する努力と、これが私は必要なんじゃないかなと思ってますけど、ずるずる議論をですねし続ければいい、こういう問題でもないと思ってます。石破さんは基本的に賛成ということなんですけれども、これいつになったらこの問題はこの議論から卒業できるでしょうね。これは早い方がいいですよ。早い方がいい。私は個人的には賛成なんだけれども、党内でまだ議論が尽くされてないってとこありますんでね、これいつまでもいいって話にならない。実際に不便感じている人がいるわけですよね。通称は通称でしかないのであってね、それは選択的ということなのだから、それを否定する理由はないと私は思っているんだけども、これはもう少しっていうかな、期限は切ってもいいと思うんです。じゃあその党議拘束を外すかってことになりますとね、私は脳死の時にねもう何日も悩んで、脳死は人の死ではないっていうふうにしましたです。それはもうすごい悩んだ。まさしくね、生死観とかね、死生観って言ったらいいのかな、倫理観の根底に触れるものですね。これは本当にそういう問題なのかっていう気はするのですよ、それよりはきちんと党内で議論を尽くして不都合を感じてる人が実際にいるわけ、この人たちどうしますかと。そして選択的なのだから、それはどういう意味なのかということね。でそうでなく事実婚というのをどう考えるか、そうするといろんな法律関係がすごくややこしくなるわけです、そういうことをきちんとクリアにした上で結論を早く出した方がいいと思っています。政策テーマ、こちらの方で絞らせていただきました。もう一つは防衛力増強に伴う財政の負担の問題です。いわゆる防衛増税について茂木さんに伺います。これは党内議論を通じてですね、この防衛力増強のためには一定の負担を国民に税でお願いしたいという議論になりました。しかし、今回総裁選挙で茂木さんはそれから踏み込んで、これは自分は増税しないと、これに限らず基本的に増税をしないという方針で臨まれてますね。そこの部分を説明していただけますか？はい、防衛力強化をしなければいけないということで、一昨年ですね、そのために防衛費もですね、過去5年27兆円から43兆円に増額をしていく。その財源をどうするか、4分の1についてはですね、税でお願いをすると。
ただここについても賛成反対いろんな意見がありました。それから1年半以上が経って経済は間違いなく良くなっていると思います、はい、そして成長戦略によってさらに税収をアップすることができると、はい、一方で国民皆さん今物価高の問題そしてまた負担が増えるんじゃないかこういう不安を抱える中でですね十分税収アップできると、はい、さらには税外収入例えば外為特会、はい、185兆円お金が積み上がってますよ、はい、そのほんの一部を使うだけでですね数兆円の利益を出すことができる、はい、そういう財源を使えばですね負担増なしに国民の不安感なしにですね政策は前に進めることができる防衛力は強化していかなきゃいけない河野さん税外収入等々含めればあると特に増税しなくてもいいと、まあ、その今この財政に対してそのどういう考えを持ってこの問題に臨めばいいのか河野さん自身の考えを聞かせてもらいますこれからスピードは別として金利が徐々に上がっていく中で、うん、この財政赤字の利払いというのが増えていきます、はい、これまではプライマリーバランスを均衡させようと言ってましたけどもここから先は財政収支どうするかという議論を見通していかなければいけないんだと思います。わかりやすく言うとちゃんと収支のバランスを考える利払いを含めたバランスをいずれ調整をしていかなければなりませんから、うんこの経済が発展をして税収が増える、うんそれを全部何かに使うということではなくて、はい、そういうものも含めてこの利払いを含めた財政収支を均衡させていかなければいけないということだと思います、うん、でこの防衛予算については、うん、ウクライナその他のいろんな状況があって、はい、これはもう国民の皆さんの間で防衛費を増やさなきゃいかんというコンセンサスができたと思いますし当然この防衛予算を増やすためにはその裏側の財源というのが必要だというところまでご理解をいただいてこれを決めたわけですから、はい、そこはしっかり決めた通りにやらせていただいて我々これからやらなければいけないのはこの数字の議論ではなくて、はい、この防衛費何にどう使わせていただくのかということを国民の皆様に分かりやすく説明をしていくそこなんだろうと思います。小泉さん今お二人の発言にはやはりちょっと違いがありましたよね。小泉さんの考えはどうですか。これは岸田政権が相当な政治エネルギーを費やした上で決めたことですよね、うんはい、私はそれは引きすぎますね、うん、引きすぎはい林さんいかがですか。そうですね茂木幹事長がおっしゃっていることも客観的な事実なんですが外為特会のお金っていうのは例えばドルで積んであるとこれをこう使おうとすると円に変えなきゃいけないとそうするとこれ介入に、まあ、形式的になってしまうというような問題も、まあ、あると思いますのと、まあ、景気がいい時は確かに増収していくんですが、はい、この防衛費っていうのはずっとこの必要になってくる毎年毎年ですね。したがって景気が悪くなってくるとじゃあ防衛費に対する財源がなくなってくるのかと、うん、そういうふうに見られる可能性があると。なるほど。でもっと言うとやっぱりみんなで我が国を守るために薄く広くご負担をお願いするという考え方は私はあってもいいのかなというふうに、うん、この現役の世代がですねと思いますのでまあ、せっかく決めた、うん、あとはタイミングどうするかというだけですので、うん、皆さんの考えは皆さんね聞きたいんですけれども小林さん、はいまあ、最後です小林さん、はい、この問題についての、まあ、大蔵省出身でもいらっしゃる、はい、財政収支の必要分かってらっしゃる、まあ、この点については2年前の年末に防衛3文書が改定されて、うん、防衛力の抜本強化については国民の皆さんの理解が比較的得られていたと、はいうん、しかし、まあ、どちらかというとこのまあ、増税の議論については、まあ、ちょっと唐突感があって国民の納得感という意味ではなかなか得られてなかったんじゃないかというふうに感じたので、ええ、年明けの去年の1月に自民党内に防衛財源の特命委員会を立ち上げまして、はいまあ、私が事務局長をやったんですけど本当に財源がないのかということで国有財産、土地建物、政府保有株式あるいは特別会計の財務諸表すべてこう めくってですね本当にないのかって見たときに今話題になっていた外為特会の剰余金ですとか決算剰余金というところでまだあるだろうということで当初早ければ令和6年度から増税スタートという感じだったんですけれども、はい、そこは最大限今後ろ倒しにしているところです。ただ一方でこの閣議決定というのは私はやっぱりまあそれなりに重いものだというふうに思ってますので、まあ、それを踏まえつつもその今後 その経済情勢というものもしっかりと注視しつつ判断していけばいいんだろうと思ってます。この後は新しい政権の人事そして衆議院解散について伺っていきます。
防衛力増強について自分たちももっと話したいという方もおられますので、加藤さん、防衛力増強と国民負担、はい、まず今まで話がありましたように、これ議論するときにいろんな財源が当たってきました、はい、歳出改革の分、それから決算剰余金をどう使うか、それからこれまで溜まってきたお金をまとめて、これ防衛資金として使う、はい、その上で増税分として考えてきた、はい、でその前提としてはですね、年々それ自然増収することもあるでしょう、外為のそうしたお金もあるでしょう、それらも前提で議論してきたわけですから、うん、そこはよく見ていくということと、それからもう一つ、自然増収があっても、はい、一方で人件費とか物件費とか増えていくお金も必ずありますから、やっぱりそこはよく見ながら議論しないと、ここだけプラスだけ見て大丈夫だというのは私は慎重に考えるべきだと思います。なるほど、石破さんいかがですか。これイージス艦ってね、私が長官やってた頃は一隻1300億円だったんです、イージス艦はね、うん、今2000億円しますから、はい、ものすごく高くなってるわけですよ、うん、で子育て予算もそうなんですけどね、少子化対策も、はい、これも財源きちんとしてないじゃないですか。何に対してご負担をいただくか、うん、誰が負担する能力を持ってるかってことはきちんと精査をしないといかんです。政治は手品でも法でもないんでね。そして誰が負担する能力を持ってますか、誰が防衛力を強化することで利益を受けますか、応益負担と応納負担の接点は何ですかということであってね、これじゃあなんで防衛増税だけやりませんよ、はい、じゃあ他のはどうなるんですかって、なるほど、それ税体系全体の問題です。なるほど、高市さん、はい、私は昨年年末この閣議決定前に、今は防衛増税のタイミングじゃないと言って揉め事を起こした一人でございますので話をさせていただきますけれども、はい、やはりもう今景気をですね、良くする、もう経済を良くするっていうのがもう大前提だと思いますね。だからやはりこの GDP を大きくする、で、まあ、税収を増やす、まあ、そのための策を練らなきゃいけない。で先ほど茂木幹事長もおっしゃっていただいたこの外為特会も、はい、評価益だけ見ても、まあ、30兆円も使えるお金はあるわけですよ、うんうんうん、それからやっぱり安倍総理がおっしゃってたんですけれども、うんうん、道路とか走ってるのは次の世代に、まあ、インフラを残すってことで建設コストさえ使えるよね、で、まあ、防衛国債も必要じゃないかと、これはもう次の世代に祖国を残すためだとおっしゃいました。今の建設国債は海上自衛隊には使えるようになりましたけれども、まあ、これを陸上自衛隊や航空自衛隊にも私は使うべきだと考えています。で、まあ、増税についてはこれもう景気を腰折れさせたら何にもなりませんので、まあ、経済成長、まあ、これをしっかり見てタイミングを考えるということで今は反対です。わかりました。この後はですね、まあ、皆さんがまあ、組閣をされる、あるいは党役員人事を決められる、総裁になった時にですね、いやこんなもの聞くもんじゃないよってさっき石破さんに怒られたんですけども、答えなくても結構です。もし自分の中に党の幹事長、あるいは要の内閣官房長官、この人を当てるっていう構想をお持ちの方がいらっしゃったら手を挙げてください。もうすでにこの人がいるんだ、一位の人がいるという方はどうですか、いらっしゃいますか。いらっしゃる、はい、小林さんいらっしゃる。でもそれを別に個々の名前をここで言う必要はないとは思ってますけど、はい、うん、それはどういう観点からその人がいいと思ってますか。ご自身が政権、若い小林さんが政権を担うときにどういう方をその、まあ、バディとして政権、はい、あるいは内閣を運営するかということになると思います、はい、まず党の幹事長は党全体を掌握できるような方だと思っています、はい、うんうん、で官房長官はその党、すなわち今幹事長ともしっかりとコミュニケーションできるということと、やはり総理総裁が離れているときに、うん、まあ、官房長官がまさに危機管理を担うわけですから、その危機管理 の, そのという意味での判断がしっかりできる人だと思っています、うん、今のように具体的な名前云々ではなくて、自分がバディを組むとしたらどういう人だっていうことについてお考えをお持ちの方いらっしゃいますか。茂木さん、2つの基準です、はい、1つはやっぱり改革マインドを持っていること、はいはい、そして結果を出さなくちゃいけませんから実行力ある人、まあ、このバランスで組んでいくということになると思います。なるほど、高橋さん、はい、名前を出さなくていいんであればでしたけれども、はい、官房長官はやはりある程度も政策で、まあ、総理と一体となってですね、まあ、代弁者としてもしっかりと発信をしていただけて、なおかつ危機管理ができる方、まあ、幹事長は今度は大仕事があります。やっぱり党の改革、とことんやんなきゃいけない、もう自民党を生まれ変わらせようと、そして強くしようと
考えているわけですから、まあ、そういった力のある方と考えております。派閥なき今ですね、はい、幹事長の役割大きいと思うんですよね。この幹事長、この派閥なきこの時代自民党の中にあって、幹事長、党幹事長にこういうのを求めたいという、どうぞ。そうですね、派閥がなくなった今、やっぱり特に若い先生方中心に教育育てるということも必要になってくると思います、はい。そうしたですね、やっぱり下から慕われるようなですね、この人っていうのが一つ加わると思いますけれども、まあ、それを含めて掌握する人、まあ、こういうことが一つです。まあ、官房長官は私みたいな人がいいとっていうのはそれは冗談ですけれどもですね、やっぱり危機管理っていうのは守りなんですね。どうしてもやっぱりこっちからいろいろ考えてやっていくっていうよりも、今までの経験持ちながら全く同じ災害はないなと、全く同じ事情ないなと日々痛感してますんで、この臨機応変にかつルールにのっとって対応できる、はい、ということだと思います。じゃあ手を挙げられた石破さん、幹事長っていうのはね、総裁に絶対責任を負わせてはいかんです。そして若い議員さんたち、現場の議員さんたち、責任を負わせちゃいかんです。全部自分が責任を負わないと、幹事長ってのは成り立たない。そして選挙は自分が一番動かなければ選挙なんか勝てない、そういうものだと私は思ってやってきました。若い小泉さん、どうですか、ご自身の若さ、経験、心から信頼できる方、その一言。はい、加藤さん。やはり自民党は国会議員だけじゃなくて地方議員、多くの組織がありますから、はい、やっぱり幹事長はその組織をきちっとまとめ上げていただく。官房長官はやっぱり総理とペアです。加藤さんみたいな人、いやそうペアですから、やっぱりそのペア、心がつながる、それが大事だと思います。こうなら全部聞きます、上川さん。私はやっぱり今の時代、国民の皆さんとの対話がしっかりできる、コミュニケーションをすることができる、そういう幹事長であってほしいなというふうに思っております、はい。また政権の中では官房長官はまさに危機管理、これの要を担うわけでありますので、その意味での責任感と、そして決断力、こういったものがある方にというふうに思っております。はい、月曜日にですね、番組では立憲民主党の代表選挙の候補者に来てもらいました。その時に、まあ、皆さんの中には早期に解散ということをおっしゃっている方もいる。でそれについて聞いたんです。この解散の大義って何だと思いますか聞いたら、野田佳彦さん、小泉さんを名指しで、改革を1年以内にやると言ってるんで、任期はあと1年あるんで、なんで早期に解散するの、議事政権交代でごまかそうとしてんじゃないの、ずいぶん辛辣なこと言ってました。小泉さん、反論ありますか。いや、これ野党は解散求めないとおかしいんですよ。議事政権交代でごまかそうと言ってますけど、野田元総理が言われてるスローガンは政権交代前夜ですよね、だったら解散しろって言った方がいいですよ。なるほど。そうじゃなかったら解散、政権交代前年っていうキャッチフレーズに変えなきゃいけないじゃないですか。なるほど。私はこれだけ問題を起こして、さらに改革プランも含めて、これから新しい政権ができたら信を問うのは憲政の常道じゃないかと思いますけどね。なるほど。むしろ野党にとっては政権交代をするために解散というのはチャンスなんですから。なるほど。全く逆じゃないですか。河野さん、どうですか。野党が解散怖がってるんじゃ野党にならないと思いますね。野党が常に解散しろ解散しろと言うのが野党なんじゃないかと思いますけども、石破さん、解散の大義、やっぱり一定の成果を見せて解散という考え方もあると思うんです。今だとまだやらないうちにこれからやることについて信を問うということになる、そういう意見もあると思うんです。石破さん、そこについては何かお考えですか。主権者である国民が判断できる材料をきちんと示すのは、それは新政権の責任です、材料もないのに判断してくれって話はならないんでね。そしてまたアメリカも大統領変わる、はい、ロシアでは戦争やってる、世界がどう変わるか分からないときに衆議院議員半分いなくなるんですから、解散いつやるかっていうのがね、総裁選挙の争点になること自体、私はおかしなことだと思いますよ。主権者である国民が判断できる材料は早急に提示をする、今言えるのはそれだけです。わかりました、話を締めていただいたところで、まだ皆さんおっしゃりたいことたくさんあると思いますけれども、時間も制限があります。今日はこれで失礼をさせていただきます、今日は自民党総裁選挙、27日に開票が行われます。その総裁選挙の9人の候補者においでいただきました。皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。